クリスピン・フリーマンは、アメリカ合衆国の男性声優、俳優、音響監督、脚本家、サウンドデザイナー。イリノイ州シ,シカゴ出身。声種は、ライトバリトン。仏教徒。英語の他にスペイン語が話せる。ラテンスクールオブシカゴ卒業。ウィリアムズ大学で演劇を専攻し、コロンビア大学大学院で演劇の美術学習士の学位を取得。 1994年から舞台俳優としてニューヨークで活動。1997年から声優業を開始した後、声優に専念するようになる。2001年に活動の拠点をニューヨークからロサンゼルスに移す。声優デビューのきっかけは、アニメ関係の会社で働く友人から日本製アニメの英語吹き替えの仕事を紹介されたことであった。 アニメファンであったフリーマンは英語吹き替えの質が低いことを理由に敬遠するが、後に自分がアニメに興味を持ったのは吹き替え版を見たからで多くの人にアニメを紹介するためには吹き替え版の質を向上させなければならないと考えを変えたという声優は優れた俳優であるというポリシーを持ち声優志望者に 声優になることを望む前に俳優になることを望めとコメントしている。2008年から日本映像翻訳アカデミーロサンゼルス校の講師を務め、同校の東京校日英映像翻訳コースの監修を担当した。バングズーム、エンタテイメントが行っている声優ワークショップの講師も担当しているほか、自身が主催する声優ワークショップにおいても更新の指導を行っている。 ウルフ、エスレームの爪役とハウルの動く城の株役が思い入れのある役である。趣味はコンピュータ、サウンドデザイン、神話。弟は俳優のクラーク・フリーマン、妹も女優でキャシリ・フリーマン。1990 ねん、1999年に、1000年に、1001年に、1002年に、1003年に、1004年に、2005年に、2006年に、2007年に、2008年に、2009年に、1010年に、1011年に、1012年に、1013年に、1015年に、1019年、1998年に、1001年に、1002年に、1003年に、1004年に、1005年に、1006年に、1007年に、 2018年に、0 9年に、1 9年に、1十年、2 0 1一年、2 0 1三年、2 0 1四年、2 0 0千年、2 0 0一年、2 0 0二年、2 0 0三年、2 0 0四年、2 0 0五年、2 0 1六年、2 0 0八年、2 0 0 9年、2 0 0五年、2 0 0 6年、2 0 0 7年、2 0 0 8年、2 0 0 9年、2 0 1 0年、2 0 1 1年、2 0 1 2年、2 0 1 4年、2 0 1 5年、2 0 1 6年、2 0 1五年、2020 2017年、 2008年、1999年、2001年、2002年、2004年、2005年、2001年、2000年、2001年。ありがとうございます。